はい、皆さんこんにちは。浅輪亀仙流チャンネルの浅輪です。今日はですね、ぐるぐるなります本店で行われた、ついさっきまで、亀仙流初心者壮行会ですねやって、今5時を過ぎて終了したところです。はい、でまあほとんどの方ですね、もうたっぷり満喫していたのか、お帰りになられたんですけども、まあ、それだけでは走り足らないと、追加の500円を走ってこの後の延長タイムも走りたいという人が、まあ、ちらほら残っているんですけども、そんな方の中の一人いらっしゃいますので、ちょっとお話を伺いたいと思います。今日はどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。マサさんでよろしいですか。よろしくお願いします。はい、今日はイベントにも参加していただいたマサさんです。はい、よろしくお願いします。はい、で、マサさんなんですけども、はい、こちら今日たくさんの車を持ってきていただいているんですが、はい、これは特にこれですよね。そうですね、はい、最初の MR01 なんですけども、うん、まあ、そこに、まあ、4駆の020の ASF の基板を乗っけてですね、まあ、ハンダ固定もできるので、まあ、そこでつなげて、そしたら動いたということで、今回ちょっと持ってこさせていただきました。で、あと015と、あともう1台ここにも02もいるんですけれども、まあ、今日はミニッツも勢揃いということでですね、皆様のなんか NSX いっぱいありますけど、何ですかこれは。NSX も好きなんですよ。はい、で、まあ、これが02の RM ですね。で、あとはこれは意外にも020の VE なんですけど、ね、ああ、020VE、はい、またレアですね。僕も持ってますけども。あ、本当ですか。はい、自分としてはちょっと ASF のものを使い続けたい気持ちがあったので、まあ、それでちょっと探していたところで、まあ、ちょっとレアということで、まあ、頑張って探したんですね。はい、こちらがその ASF が使える EX6 ってことですね。そうですね、これをたまたま見つけられて、でいろいろ調べたらこれなら全部使えるんだということでですね、でついでに合わせて一緒にエボも買いました。03エボですね。03エボですか。03エボのレッドエディションリミテッドですか。はい、モーターは青に変えてるってことですね。そうですね、はい、うん、であともう一個のこの銀の33の方は VE プロですね。VE プロ、はい、なるほど。エボが出る前のとかは結構揃えて持ってますね。いまだに VE プロは使ってる方、エボなんかこだわりなのか、はい、エボを皆さんが買ったタイミングで VE がこうオークションとかに安く出たのを買い集めたのかちょっと分かんないんですけども、いまだに VE 使ってる人結構多いんですよね。そうですね、うんうん、VE は性能自体はそこまで大きく違くなくて、まあ、唯一エボに足りないところといったらプロコの方でジャイロを変えられないぐらいですよね。そうですね、うんうん、はい、はい、でですね、ちょっと僕気になっちゃったんですけども、はい、このキーホルダーについてるこの車で遊ぼうというのは、はい、これツイッターの中になんか横に書いてある。そうです、あれですよね、こちらのスーパー GT の方で活躍をされております平手康平選手がファンのみんなを集めて一緒にクラブ車で遊ぼうというクラブ活動ですね、うん、はい、自分もそこに入ってるので、自分の実車が、まあ、同じ R33GTR 乗ってるんですけども、まあ、そっちも参加しつつ休みながらもこっちも一緒に合わせてやってるような形ですね、はい、でこっちの車で遊ぼうについてはラジコンは特にやってないんですけども、まあ、実車に興味ある人とかだったら全然楽しいクラブですし、皆さんいい方ばっかりなので、平手選手の方ですね、ウェブとか見ていただければいっぱい発信してるので見ていただければ、はい、どんなもんかなって興味湧くかなと思いますので見ていただければと思います、うん、で今の話の中でちらっといきなりさらっと出てきたんですけど、実車の R33 に乗ってらっしゃるんですか。そうですね、実車の本物というか、まあ、乗ってます。11年乗ってるんですけれども、まあ、それで自分でいじったりとか、あとはサーキットなんかもちょいちょい通ったりして、まあ、車、まあ、大きいかちっちゃいかだけの違いなので、まあ、応用効くんじゃないかな、得れるものあるんじゃないかなということで、ラジコンももともと好きなので両方ちょっと一緒にやって覚えられればあれいいかなと。で、自分のやってることを見て皆さんが興味持っていただいたり何かの兆しになればと思って自分も動画出したりはしてるんですけども、まあ、それでやらさせていただいております。ミニッツ長くやってる人だと実は分かると思うんですけども、GTR の中でも R33 ってずっと発売されてなかったんですよね。そうですね、うん、一番最初に34が発売されて、はい、その後に32が登場して、はい、でまあ、32が割と N1 のナロー系の中では定番ボディと言われてずっとこう人気があって、はい、その後に35が発売されましたと、
出た中で三々だけずっと出てこなかったんですよね。そうなんです、うん、でなんで三々出ないのかなって、結構僕の友達にも三々乗ってる方いらっしゃったので、はい、三々出ないなと思ってたら、ある日突然三々が出てきて、はい、出たと思ったら今ナロー系の最強ボディですもんね。そうなんですよ、あんなに皆さんがそのミニッツの中で三々皆さん使われてるので、自分としてはちょっとオーナー目線的には嬉しいんですよね。で自分としても三々出てくんないかなって京商さんに何回かこうメールしたりして、三々で出ないんですかってこうしたら出してくれたので、もう京商さん本当にありがとうございます本当に、はい、そう自分が乗ってる車がミニッツとして登場した上にそれが走る車っていうのは本当嬉しいですよね。嬉しいですね本当に、もう乗ってる感覚って言ったら変ですけども、やっぱなんだろうな、楽しくなってきますねやっぱり、うん、はいはい、ではそんな思い出のあるこの R33GTR をですね、せっかくなので、ぐるぐるさんのサーキットの方でこれから走っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、これナローツーリングになるんですか。そうですね、ナローツーリングで緑モーターの8マイルをつけてます。あ、8マイルになってるんですね、はい、なるほど。では、ナロー、8マイル、緑モーター8マイルの R33GTR、走っていただこうと思います。よろしくお願いします。実車でご自分が乗られている、サンはカラーリングは何色なんですか。ほぼあれと同じソニックシルバーなんですね。だから本当にあれをでかくした感じですね、はい、いっぱい画像とかも上げてるんですけども、やっぱり喋ると緊張しちゃいますねいいんですよ、このよく僕のこの紹介動画が出る方で、はい、うまく走れなかったらどうしようっていう方多いんですけど、見てる方はサーキットで走る車がうまいと逆に敷居が上がっちゃうので、はい、むしろこうバンバンぶつかってもらった方が、あれぐらいぶつかってもサーキット走行 OK なんだなみたいな感じで安心するので大丈夫です。転んじゃいました、はい、で、ちょっとぜひせっかくなので、はい、サンのオーナーさんに聞きたいんですけども、はい、結構ミニッツのオートスケールっていうのは、はい、完成品は結構担当者の方が本当に色とかにこだわりを持って、その今もソニックシルバーって言ってましたよね、はい、ソニックシルバーとかいうようにその車の本当の色に合わせてこだわりを持って作ってると思うんですけども、はい、この 33GTR のこの出来栄えはオーナー目線からしてどうですか。いや非常に素晴らしいと思います。本当にもう京商さんがこだわって作ったんだなっていうのがすごいよく分かって、まあ、実写というか本物見たときはもう嬉しくなりましたね本当に。あ、すごいよく作られてると思って、本物そっくりと思ってもう速攻買いましたね出たときは、はい、2台オートスケールありましたもんね。そうですね、1台の方は赤い方は実はホワイトボディで自分で作ったものなんですけれども。あ、そうなんですか。そうなんです、あんまりオートスケールはやっぱり金額的にも少し値段がするの で、 そうです、ね、ホワイトボディから作れるんだったらじゃあその方が安く上がるのかなっていうところで赤い方も使わせていただいてます。まあ走行用ボディはやっぱり自分の思うようなカラーで、まあ、オートスケールと違ってホワイトボディは自分のこうある意味オールペンですもんね。そうですそういう楽しみもあるんでいいかなと思います、はい、いやボディ開発担当の広谷さん大喜びだと思います。よかったです、ありがとうございます。でこの走りの方、このコースですかね、ぐるぐるなります本店のこのコースの走った感想どうですか。そうですね、ここウレタンのコースになると思うんですけども、自分が普段走らせてるところよりは圧倒的にグリップ高くてですね、最初はもうまともに転んでばっかり走れなかったんですね。なんですけども、タイヤをちょっと選んだりとかしてセッティング、やったりしてなんとかここまで走れるようにはしてるんですが、ただここ広くて楽しいので、でまた都心からも近いので、走る分にはなかなか練習もできるので、いいお店だと思います。普段はどういったところで走らせてるんですか。普段地元にですね、お店の名前ですと川越の方に K ホビーさんっていうお店があるんですけども、そこで最初の MR01 の頃からですね、通って走らせていました。K ホビーさん、僕も名前は聞いたことあります、行ったことないんですけどね、はい、なるほど、普段やっぱ走らせてるだけあってすごくスムーズに走らせてると思います。ありがとうございます。はい、というわけで、お疲れ様でした、ありがとうございます。
はい、というわけでお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。どうですか、喋りながら走るっていうのはどうでしたか？いや、もう緊張しますね、やっぱり本物の走行会で一番最初にピットから出る時の緊張感よりもちょっと緊張して心拍数上がっちゃいましたね。なかなかちょっと口が回らなかったので聞き取りづらかったかと思うんですけども、まあ皆様にですね、こうやって車遊び、実車にしろラジコンにしてもデカラジにしても結局はですね、同じ車なので全然線引きすることなくですね、心から楽しめるものだと思ってますので、まあ、ぜひ、ね、この浅場さんの動画ももちろん、あと自分自身でもオンボードの動画出したりしてるので、まあ、そこでですね、見たりして誰かの兆しとかになればやってみようかなというふうに思っていただければ、まあ、自分としても励みになりますので、まあ、ぜひやっていただければと思います。はい、いや本当に車が好きなんだなというのがもうこう溢れ出てるのがすごく感じますね。はい、でその実車も好きでラジコンも好きだっていう方もすごく多いですし、僕は逆にですね、実車のこと正直全然知らないんですよ。本当にラジコンが好きで、ラジコン、例えばミニッツなんか特にそうで、ミニッツのボディを見て実車を知るみたいなことが逆にあったりするので、まあ、そういう楽しみ方もあると思うので、本当に実車はなかなかこの手がサンサンなんかも正直手に届かないものですけども、よく言うのはラジコンだったら手が届くみたいなところがあるの で、はい、ミニッツというのは本当に完成品のボディが売ってるラジコンになるので、なかなか自分で塗ったりするの苦手な方でもこんなかっこいいボディが完成品で売ってるものなので、なんかラジコンやりたいななんて思ってる方は、実はミニッツっていうのはその手軽にそのかっこいいボディを手に入れるものでもあるし、その走行するためサーキットに来るのも比較的敷居は低いですよね。そうですね、まあちょっと2万円前後だとか出していただければ全然 RWD なんかも全然十分楽しめると思いますし、でまた別でそのボディとかもですね、集めていただく楽しさもあるかと思うので、本当に飾っておくだけでもよくできているものなので、オートスケールなんかもみんなどれもかっこいいので、皆さんいいものを選んでいただければと思います。はい、はい、というわけで今回はですね、本当に車が大好きな、マサさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。